次のチームに参りましょう。来た7番チーム、リーダーアキ・ローゼンタール、そしてメンバーがリット、ウタイ・メーカー。すげえ、アイコンの下にルーキーって書いてある。左からルーキー、プレデター、マスターということで、今回ね、僕が招待状をね、アティロゼさんに送ったのに関してかなり驚いてる方も多かったんですが、なんかね、送りたいなって思ったのが、結構前に一回アティロゼさんイベント出てたんだよね、エペックスのイベントというか大会というかみたいなの出てたのをなんとなく覚えて、その時になんかちょろっとよかったエペックス教えてくださいっていう話もあったりしたんだけど、僕がちょっとスケジュール合わなくてそれ流れちゃったんだが、それなんとなく覚えて、あ、そういや、まあそれぐらいは出たことあるよなみたいな。ってことは今回上限も上がったし、ますます以上と組めば、まあなんかおもろいことなるんじゃねっていうのでオファーをしたんだけど、おもろいことなったわ。これはね、どうなるんだろうね、僕もわかんない。で、ディットさんは正直前回までだったらデキンクラスだったんだけど、今回上限上がったから全体的にチームパワーが各チーム上がるので、だったらまあ一人で全部ぶっ壊すことは難しいという僕の判断のもと、実情問題ないですっていう返事をさせていただきました。別に過去もダメですよって言ったことはないんだけどね、ないんだけど、一応なんか勝手に脳内設定、僕の中では出るとやばそうだなって思ってたけど、今回は結構なんか話きて、あーいけそうってなった。というわけで初出場ですね、ディットさんは。で、それをするのはメイカちゃんと。どうするんだろうね、 IGL ディットさんがいるのかな。なんかやり方次第だけど、メイカちゃんが IGL 担当してディットさん火力に割り振らせても面白そうだよね。まあ、あとはそう、アキロズさんの成長はめっちゃ大事。こういうやっぱ初心者枠みたいなのが明確にいるチームは、そこの枠の成長力で結構チーム力が変わるから。ただやっぱね、 V 祭って結構煮詰まってる大会だから、本当に今から追いつくのが間に合うかどうかっていうのもありますね。まあでも大丈夫、情報はたくさん転がってる。やっぱ今のエーペックスってね、後から始めれば後から始めるほど情報がね、溢れてて、上達まではね手早くなりますので、基本的にゲームってのは爆速成長期待しましょう。